このように水がポチョポチョと落ちています。そこで洗面台の下にある蛇口ハンドルをひねって止水します。このタイプの蛇口ハンドルには上にキャップがついておりますのでこれを取ります。そうすると中にネジが入っていますのでこれをドライバーで回して取るわけです。そうすると蛇口ハンドル自体が取れますのでこれを外します。 さらにその下のものを外しますとその中に今回交換する部品が入っていますので箸などで取りますこの部品にゴムパッキンが本来ついてたはずなんですけれども半分欠けてましたそこでこの部品の大きさを測っておいて、まあとでホームセンターへ買いに行くわけですですが後で紹介しますけれども、まあ、ほとんど統一規格だと思われますので同じ大きさのものしか置いてなかったです こちらが補修パーツなんですけれども、右のこの6文線みたいな6個入っているのがゴムパッキンです。そして左のこの2つ入っているのが今回私が買った部品なんですけれども、まあ値段的にも安いですからね、こっち買っちゃいました。まあ原因がこれじゃなかったとしても、173円なら諦めがつくと思ってこれを買いました。そして買ってきた部品を入れまして、あとは取った部品を付けていくだけです。 8倍速で撮影していますけれども、まあ、作業自体はおそらく10分もかからずできたと思います。あと、お湯が出る方の蛇口ハンドルは別に壊れてはなかったんですけれども、まあ、2つ買ってきましたので、ついでにこっちも交換しました。今回は硬いですけれども、これで一応水が止まりましたので良かったですが、もしこれで水が止まらないようでしたら、蛇口ハンドル自体を変えた方がいいですね。 それではこれで終わります。